何のサービス？はい、撮影を始めました。ちょっとつばさくん見てください、こいつやばくないですか？ちょっとすいません、映さないで。状況仲良しっす。状況仲良はい、世界の小原から変わり、世界の作太郎ということで、木田のセットしております。そうですね、今日は外金ということで木田くん。なるほど。これでな、やけどしにくい。気付けてな。こっち見んな。これは、僕とおそろなんですよね。ネックレスですか？そう。はい、なるほど。僕、あとで浩平くんにプレゼントがあります。お、え、お、いきなりの顔が田原みたいじゃない。だって、携帯どこ行った？でん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 。え、携帯知りません、僕。知らんよ。鳴らす？鳴らすの言い方は関西か。あ、向こうにはちゃんと鳴らす。他のところなんて鳴らす？鳴らす？鳴らす？うっせやん。鳴らす？鳴らす。言い過ぎやろそれは。やりすぎやわ。いや、全然やりすぎじゃない。マジ？で、俺らが普通に喋ってるさ、あれとかも今何分？24。え？24。鳴らす？鳴らす？それはまあ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 。鳴らす鳴らすちょっとちゃうねんな、タイ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 鳴らすはい、ありがとうございます。なにわのアイドルとか言ったら怒られるな。なんかでもさ、なにわの張り紙王子って言われてるから初めて聞いた。ちょっと待って、なおや、その話詳しく聞かせて。え、何？初めて聞いたから俺。2年半ぐらいの付き合いで初めて聞いたで。金髪のハニカミ王子。あ、うわ。僕何者のハニカミ王子らしいです。こっち向いて。ハニカんでんじゃん。それハニカんでないやん。